今回は解析の方法をやっていきたいと思います。まあ、解析はまあこれまでと一緒なので特に気にする必要はないです。で、やっていきたいと思います。それでちょっと調べてみたんですけども、私が一つ、変更し忘れたところがありまして、こちらです。検索して NINT と検索していただいて、こちらの部分、共同の入力ファイルがリターンフォーマットから、読み取るということになってますけども、これを、ジェネラルの、XY フォーマットからというふうに書いてください。すいません。またあの、コメント欄というかの部分を、書いておきますけども、こちら忘れると動かないです。なかなかいろんな条件で入力ファイルができているので、変更しなきゃいけないところを探すのはかなり難しいんですけども。であともう一つ、問題ないかどうかをちょっとだけ確認しておきます。あ、いいですね。で、これが終われば、解析に移ります。まず、とりあえず、やっていきますけれども、まずは、シフト、格子定数を最適化します。まず順番に1個ずつちゃんと第1層目からやっていきましょう。ちゃんとできてますね。で、 RWP がどんな風に変化しているのかもちょっと例として見ていきます。で、このようになりますね。それで次がこうですね。で、こうやってやっていきます。なかなか RWP、ちょうどずつしか下がらないですね。で、ちょっとプロットでどんな風になってるか見てみましょう。で、プロットがこの風になっています。で、ちょっと最大値が見にくいですね。こういう場合には、どこをいじるか教えたいと思います。をちょっとやってみたいと思います。その場合は、アウトプットのところがあります。もちろん、ニュープロットで、結果をこのように見ていくこともできるんですけども、実際には、イゴールでのタイプのものもあります。イゴールは、まあ、学生の場合だと1万から2万円ぐらいで買えるので、イゴールが使っていらっしゃるという場合にはイゴールでタイプで出力されるのが、拡大縮小数など便利ですので、そちらの方がいいのかもしれません。で、出力の場合はこの部分を調べていただいて、それで、このニュープロットのところの部分を探してもらいます。それで、このマキシマムのところを変えてもらいます。今回は1000ぐらいでよかったですね。まあちょっと例見て1200のところにしてみましょう。で、リターン、あ、ごめん、リターンは必要ないです。あ、リターンで必要ありますね。それで、で、プロットして、見やすい図。あ、ちょっと失敗してますね。1万2000でしたね。失礼しました。に変えていただいて、リターンを押して、プロットですね。こういうふうにしてもらいます。で、まだまだいくつかうまくいっていません。この下の、これがどこに解説ピークがあるかなんですけど、ちょっと見えづらければ、この下にずらすこともできます。それは、こちらのオフセットのところにありまして、このオフセットがありますね。1、2、3の3つあるんですけども、まあ、とりあえず、これを、3つ目は使わないので直しにして、1つ目を、例えばマイナス200、500ぐらいにしましょうかね。で、こいつもマイナス1000にします。で、このようにして、またリターンを押して、プロット、というふうにして、見やすい形にしていただければと思います。もうちょっと下の方がいいですね。では、まあ、ガッと2000と2500ぐらいしてるんですか。で、あ、こんな感じですね。もうちょっと近い方がいいかな。まあ、細かいところはここにしてもらって、このようにしてやっていただけるといいです。で、もし、イゴールの方がいいっていう場合にあれば、こちらの部分を変えます。ここに書いてありますけども、
この PLT とか GPD っていうのは、ニュープロットの出力形式です。これを、びっくりマークに変えて、エクストラメーションマークですね。まあ、めんどくさいですけど、いうのが。で、この2番の、イゴールと書いてあるものにします。あ、ここにニュープロットがちゃんと書いてありますね。そうすると、イゴールのタイプで出力可能になります。で、こちらがイゴールの編集場面になるんですけども、とりあえずまずやってみましょう。まず、リーターのボタンを押して、プロット。あ、ごめんなさい。うまくいってないですね。ちょっと。あ、でも出てきてますね。で、こちらの、出てきてます。すみません。失礼しました。で、この i.itx というのがイゴールファイルで開けるものです。イゴールが入っていると、このようにして、なかなかできます。で、イゴールの場合は簡単に拡大縮小できるので、これを拡大として見たりとか、あとは必要な部分をこのように見たりします。それで、まあ、どちらに、ピーク位置、実験値がこの赤のもので、緑が、計算値、リートビルト解析のものです。で、差分がこの青のものです。あ、失礼しました。ごめんなさい。それで、こういうこれらの結果を見ながら、強度がもし高すぎれば、そこの原子は、原子数の少ないものであると考えたり、例えば逆に今度ここの部分が小さければ、ここの部分には原子の多いものが入っている、もし置換した可能性があるならばですけど、あると考えたりします。あとは格子量数が今はまだ、実験値よりも、右側に広角側にありますから、格子量数はもうちょっと長くしなきゃいければいけないなっていうことが分かったりします。でこの他にも、解説ピークにないところに、ピークがあれば、別の層が出ているというふうなことを判断できます。とりあえずまだ解析があまり進んでないので、この後進めていきましょう。解析は断層の時ともこの後はほぼ一緒なので、非常につまらないことにはなると思いますけれども、もう少しだけススッと行っていきたいと思います。で、格子乗数をまず最適化していきます。こちらの、ナンバー14のものはたくさん変えなければいけないですね。とりあえずこちらを一気に3つ変えます。で、1,2,3,4,5,6,7 ちゃんとあるか確認して、このようにしてどんどんと変えていきます。で、こちらも、3つ変えられそうなので、このようにしてと。で、いくと。で、こちらを1,2,3と変えつつ、こちらの方のプロファイルパラメータを V から変えていきます。で、ちょっともう大変なので、もうちょっと横着します。このようにしてどんどん行っていきます。できましたね。それで、基本的には、多層での解析の場合は、あ、はい、かしまった、同じ値を使ってもらうというのが、まあ普通に考えてそうなの。このプロファイルパラメーターは、半値幅や非対称性や裾の広がりの変化のを、再現するために使われる、評価する、再現するために使われるんですけども、いくつかの層のものはほぼ同じ値、プロファイルパラメータの値になる
というのが、まあ、順当に考えていいと思います。しかしながらそれがうまくいかない場合もあります。それはできている層の粒子の径が違ったり歪みなどを受けますとこのプロファイルの値は変わってきますでしょうから、一概にこれで基本変えましょう。同じ値というわけではなくて、ちゃんと理由がつけば、理由を考えて、動かしていいかどうかというのを考えてもらえればと思います。で、まあ、一応違った構造にはなってそうなので、違った構造ですし、まあ、同じにならない可能性もありますので、今回はまあちょっと試しに2つともそれぞれ変えた場合をやっていこうと思います。発散してしまいましたね。まあ、こういうふうになるので、うまくいった時のデータはちゃんと残しておくということをします。いかないですね。まあ、ちょっとうまくいかないです。ちょっと横着しすぎましたね。で、まあ、少しずつ少しずつ値を変えていただいて、分析をしていただくということですね。まあ、3時7分いきましたね。で、このようななってきます。で、まあ、これをいうふうにして、あとは単層の資料と同じように何回も何回も分析を繰り返していきます。で、今回時間のかけでちょっとやめておきますけど、うまくいったこのまま続けていくと、このようにちょっと出てきます分析することができます。ほぼもう実験と理論の値がぴったりして、で、まあ、作業解説の近傍や強度の強い近傍は多少、このように、いくつか差分が強いところ残るんですけども、このようにもう目で見てもう違いがないなというところまで、できることになります。それで、でここまで、やっていただければと思います。こちらの PDF もこんな感じです。これちょっとうまくいってない時のやつですね。うまくいったのはこっちのやつです。こういうふうになります。それで、この他に、これでうまくいった時の結果をちょっと見てみましょう。これはデータが残ってないですね。失礼しました。うまくいった時のは使えないので、あまりちょっと例をいくつか示すことはできないんですけども、示せたくても大変申し訳ないんですけども、RWB もかなりでいかないな。10を切った。受金棒のあたりぐらいまで下げられています。ちょっと残念ですね。まあ、しょうがないですね。ちょっとそれ、そうですね、まあ仕方ないですけども、このようにして分析していただくということですね。ちょっとあまり綺麗な形で終わらせることができなかったんですけども、このようにしてどんどんとやっていくことです。そうだすみません、もう一つ大事なことで、この原子変異パラメータが非常に変な値になっていることがあります。理論、ベスタからベスタで取り出している。なのでこれもできるだけ良い値にしなければいけないです。失礼しました。まあ、それで、まあ論文を見たりして、まずは値を入れていってくださいですね。まあ、軽減素は 1.0で、受験数は 0.5 という感じで大体いけばいいんですけども、まあ、似たような類似の形で結果が出ているのであれば、まあ、それに対応したものを入れていただければいいです。そうするともう RWB21 ともうかなりいい値ですね。で、これをもうさらにどんどんと進めていくということです。すいません本当に。それで、解析はかなりいいです。これを見てもかなりいいところまで来てますけども、っていったらどこを見るかちょっと見ていきましょう。ドット LST が、このように、R 因子の結果が出てくるんですけども、RB と RF というのは大体、10を切っていただくということですね。論文に出す場合には5を切るようなところまでやってもらえばいいです。このままちゃんと続けていけばちゃんと下がっていきます。で、RWP の場合は前にご紹介したところで最強解説線と、バックグラウンドの対応関係から、見ていただくということですね。まあ、バックグラウンドの値が高いほどこの RWP は小さく出て
ことになりますので、そういったあの、バックグラウンドと、このバックグラウンドというのはこの下地のところですね、ところと、強度の比率を比較してもらって、RWB がいくつか値が変わるんだよという理解しながら分析していただくということですね。そして RB と RF、RB はまあ強度に、この強度に対して、ちゃんと合っているかどうかということと、RF というのは、こちらの解説ピークのところの位置がちゃんと合っているかということです。で、RF があまりにも変な値で出てくる場合には、想定している結晶構造がおかしいので、別の構造を入力していただくということですね。そのようにして、どんどん、いろんな、ものを調べていただいて、析出物が何なのかといったものを、検討していただければと思います。それで、この後、もっと下に見ていきますと、密度が出ることになります。で、ここに、密度の値が、これはデシスですけども、密度はどこかな、どこかに密度が出てくるんですか、失礼してすみません、あ、マスですからこれですね、ここにあの密度が出てますんで、この密度の値を実際にアルキメデス法で測定した値と比較していただいたりします。まあ、今回は2層あるので成分比も検討しなきゃいけないので結構大変なんですけど、炭素の場合にはこの密度のところをちゃんと調べたり、置換した件の場合はこの密度を比較していただいて、0.001 ぐらいまでのところまで合うように、検討してもらえればと思います。で、あと成分比がいくつか出てきます。この下にもっといくと成分比も出てくるますね。で、ここに成分比が出てきます。こちらの値の見方は、まあ、いくつか、多分ウェブ上にいくつかデータがいろんな方が書いてかられているのであまり気にする必要はないんですけども、まあ調べていただいてということですね、見るということですね。で、まあ、大体こちらとこちら重量比でいくつかとかいった感じで見ていただくと、まあ、大体半々ぐらいですね。で、まあ、こちらのものも、粒子系がどれだけあのしっかりと分析できているかと、あとこちらも分析どれだけきれいにある、フィットができているかにもよるんですけども、大体 3% ぐらいまでが、誤差範囲じゃないかなとは思います。なので、3% ぐらいの範囲にある場合には、まあ、こういう分析をしたらこうなったんだよという割り切っていただくということですね。まあ、あまりどこまで厳密に評価できるかというのは県によってもいろいろ違いますし、条件も変わってきますので、おおむね目安としてどうなっているのかですね。まあ、業者から買ったこのジリコニウム O2 も一つの炭素ではなくて、この2つ大体半々の成分であるというので、まあことを考えると、まあ一概に業者から資料を買ったとしても、まあ、ある一つの構造になっているって考えるのはちょっと早計だということですね。まあ、よく有名なのは、TiO2、酸化チタンなどもそうですし、まあ、あとは TiO の1番2番3番とか、あと12番ぐらいまであると思うんですが、あちらも、ルチルとアナターゼの割合が変わってくることによって光の活性も変わってきますので、どの割合で何が入っているのかというのをちゃんと検討していただいたりしていただけると、まあ、いいかなと思います。で、まあ、今回は以上で終わりたいと思います。